はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグリルフィッシュです。ちゃんと言えてないですね。ワンダルグリルフィッシュです。今回は、インペラトルローマ、続きをやっていきましょう。まずね、画面の上の方にケージが発動できるよと出てますので、ケージの発動を考えていきましょう。今回、どれを選択していこうか少し悩んでいます。まずですね、人口、これはね、本当に欲しいんで、今、右下に出ている、ケージのね、右下に出ている、デメデルの祝福、国の人口増加、プラス0.1%、これも欲しいし、一方で、人的資源がね、直で増える、アポローンの祝福5.1も欲しい。で、お金がね、これ結構ボーナス効いてて、その横のヘルメスの祝福にすると、国家商業収入に10%のボーナスがつくんですよ。アテナの祝福を選んだ場合でも、5.1%。さらに、ハデスの祝福だと、税が10%増える。もう今だって、消費税をね、10%で引き上げようかっていう、2%引き上げようかっていうので、衆参、同時解散するかしないか、みたいなね、そういう探り合いが起きてるぐらいなのに、ハデスの祝福を受けることによって、いきなり10%、ポーンと跳ね上がるんで、これはちょっと本当にね、どれにしようか悩んでいるんですが、将来的なことを考えて、アテナの祝福研究ポイントを選びます。では、時間を進めていきましょう。基本的な方針はやっぱりこのナバデヤをどうするかというところですかね。まあ、ナバデヤ、ナバテヤ。ここを攻略するのか仲間に引き入れるのかっていう観点で言うと、ナバテヤに関しては前回もね、ずっとこの外交を繰り広げていた通りなんですが、93から100に上げることはもう不可能だというふうに思ってます。で、一方、ナバテヤの、じゃあ同盟国とかあるの？っていう観点で見ると、特に同盟国はないんですよね。なので、いっそのこと、まあ、このナバテヤをね、侵略しちゃおうじゃないかというふうに今考えています。なので、今回はこのナバテヤのね、攻略戦、やっていきたいなというふうに思っています。で、軍の方はすでに展開済みですね。なので、今回はこのナバテヤに対して戦端を開くために、まずは、その他の国々に対しては、間違いなくね、ナバテヤ攻略中に戦争を仕掛けられないように、しっかりと関係改善行動を行っておきます。まず、このプレムミワに関しては、関係改善行動を実施中ですね。で、クシュに関しても同じくね、関係改善を行っている状態なので、まあ、この南側2カ国に関しては、一旦ね、警戒を解いていいと思うので、南に展開していた、この第4軍、これをナバテヤ攻略のために展開を変えていきましょう。配置を変えます。で、ひとたび軍を動かしたらですね、まあ、さらに数が欲しいということになってくるので、お金を使ってね、傭兵を雇い入れていきます。これで一気にナバテヤを食おうという作戦ですね。では、時間を進めていきましょう。まあ、数としてどれくらいの数を使うかというのはもちろんあるんですが、あとはやっぱこの第3軍のね、先導部隊。この先導部隊はかなり期待してますね。1万という数なんですが、ここに先導が入ってるので、この先導がどう生きてくるのかはすごく楽しみです。じゃあ、この先導部隊もね、ちょっと動かしていきましょう。で、あとはですね、まあ、いきなりまた、このナバテヤに対して戦争を仕掛けていくと、せっかく、ここまで引き上げてきた安定度が、なくなってしまうというのがあるので、まあ、そうならないようにですね、ここは請求権の捏造を行っていきましょう。で、今、請求権の捏造をするに必要な226の弁舌力が足りないので、この弁舌力もね、合わせて貯めていきます。
全増部隊も動かして、あと1万8000のこの主力。これに1万9000の傭兵を投入すれば、ナバテアの攻略は、思いのほかすんなりいってくれるんじゃないかなというふうに期待はしています。だからあとはもう本当に、弁舌力を223まで、しっかり溜め込んでいきましょう。では、ここからしばらく時間をずっと進めていきます。はい。そしたら研究が溜まりましたので、次に入れる研究どれにするか考えていきます。まずですね、軍事、統治、弁舌、宗教とあるんですけど、今欲しいのは弁舌なので、弁舌が上がるものがあれば使っていきます。評価の改善の最大値がプラス20%か。これ93%の20%って考えると、ギリギリ100に届くか届かないかっていうのがあるんですが、どうなんだろうね。あとは、この弁舌関係で欲しい研究は特にないな。自治権の付与とか見てみると、部族民の産出がプラス5バー。ちょっとどれも難しいけど。一旦この統治研究速度プラス5%を入れておきましょうか。人口は順調に伸びてきてますね。これは本当に嬉しいですね。タイムリープ、初めからご覧いただいている方、もし中にいらっしゃればね、ご存知の通りになってしまうんですけど、タイムリープする羽目になったという痛い過去があるので、それがね、今回、一つ気をつけているポイントになっています。人的資源が枯渇しないように気をつける。で、1万9000っていう数の傭兵を雇う予定なんですが、この1万4000っていう傭兵、この数を維持するのにお金がどれくらい必要かなっていうのも考えながら、どこに何を、どれだけ建設していくかっていうのを、ちょっと検討はしておきましょう。やっぱりね、穀物、穀倉をできるだけ立てて、人口増加を促したいなっていうのもあるし、一方、要塞だとね、単純に要塞通過できなくなるので、敵の、侵略に備えやすいというのもあります。で、訓練所の場合だと、都市の人的資源がプラス10%ということなんで、まさに今欲しいこの人的資源がね、ドカドカドカーっと増えていく。で、市場だとお金も増えていくっていうところでね、これをバランスよく配置していこうかなというところなんですが、要塞に関してはね、設置する場所はある程度限られてくると思うので、市場、訓練所、あとは穀倉、これをバランスよく配置していきましょう。都市の訓練所で言うとね、これ見てもらった通り、都市の人的資源がプラス10%なんで、大きい都市に当然建てていった方が、アドバンテージが大きくはなると思うんですよね。そのあたりは意識しながら、まとまった数一気に作っちゃいましょう。あと市場も、都市の税収なので、大きい都市に、やっぱりこれも作っていく方が、セオリーなのかなというふうには思ってます。とはいえ、ウィキとかあまり攻略サイトを熟読していないので、間違ってたらね、バシバシと、ご指摘をいただきたいなと。で、たまに言っても、このチャンネルは、アラフォー世代の、男性の方向けのチャンネルというコンセプトでミカミックスでやってるので、ミカミックスであれば婚活ネタだったり、あるいは本当に完全なネタ動画として、ちょっと企画もので、
綺麗な女の子と飲みましたみたいな動画とか、そういう、まあ、なんていうのかな、経験談みたいなお話もするんですけど、それに対する、こう、真正面からの、批判をいただいてしまうと、ちょっとグーの音も出ないんですけど、プレイに関してはもうガンガン批判していただいたり、指南をしていただけたら嬉しいなというふうに思います。ただ、なんていうのかな、超絶プレイというか、すごいテクニックを、こうみんなに見てもらいたいみたいな、プレイスタイルというか動画スタイルでもないので、本当にね、皆さんにいろいろ教えてもらえればな、というところなんで、まあ、このインペラトルローマも、しっかりウィキをチェックせずにプレイを開始してますんで、そのあたり皆さんからフォローいただければ本当に嬉しいです。で、弁舌力223だったっけ、そこまで、もうあと50ぐらいで溜まりますね。これが溜まったら、軍を起こしていきたいので、ちょっとお金を先ほどね、まあ、建設でだいぶ使ってしまったので、それの溜まるタイミングと、お金の溜まるタイミングと、弁舌力の溜まるタイミングが、いい感じでシンクロしてくれれば、即時、軍事行動に移せるかな、というところですかね。まあ、とにかく、国力を貯めて、今回はもう生き残ると。本当だったらやっぱりこの手のシミュレーションゲームだとね、敵国を蹂躙していって、領土を広げて、まあ、世界を制覇する、みたいな、プレイになるんでしょうけども、今回も生き残り、できるだけどういう風にプレイするのがセオリーなのかっていうのをね、ちょっと確認しながら進めていきましょう。ちなみにライバル国である、このフリーギはかなりでかくなってますね。外交画面で確認すると常に戦争してるもんな。従属国も多いしね。我々の比ではないですよね。もう、その国力という観点で言うと。さあ、ロフティーアンビションズが来てますね。どうしようかな。これに関して言うと、絶対にやりたくない、今やりたくないのは、弁舌力を失うのはしたくないんですよね。あと、忠誠も失いたくない。これも、結局のところ、前回は忠誠を失って、ニッチもサッチもいかなくなったというのがあるので、どうしようかな。どちらかを取ってどちらかを切るというスタイルだと忠誠を失うというわけだな。で、一方こっちは、名声銃を失う、野望を失う。こっちだね。名声銃を失う。で、研究を行きましょう。研究は、軍事がまだもう一個上がってきてくれてないね。そしたら、自治権の付与。これを入れておきましょう。これで、部族民の算出、プラス 5% のボーナスを受けます。エジプトという国自体が、フリギュアの、まあ、敵対国という位置づけにならないような、振る舞いをしていければ、生き残りプレイは可能だと思うんですよね。そういう意味で言うと、今、プラス72と、まあ、十分な数の、親善地を持っているので、まあ、安心かな。漢字のナバテヤですね。ナバテヤ。ナバテヤが、まあ、じわりじわりと、93あった、値というのが下がってきてますね。で、あとは請求権の捏造226。これに対して、今、197まで来たので、まあ、そろそろね、軍を、戦闘態勢へと、移行していく準備をしましょう。で、戦闘態勢に入る場合はですね、財政で、今、陸軍の維持費、少ない支払いということで、陸軍の士気がマイナス 80% になってるんですが、これを、まあ、一旦普通レベルに戻します。で、その時にね、税金をちょっと上げてでも、あるいは交易を上げてでも、お金がね、マイナスにならないようなコントロール、は必要になってくるかなというふうに思ってます。
一応このナバテアに侵攻する軍の数、南の方からは5500、一方北側からはですね、主力1万8000、さらに1万5000に9000という軍勢の数なんで、どうしようかな、本当にプラスで傭兵が必要なのかっていうのが微妙な数字ではありますね。そしたら1万9000という数を雇うのはやめて、この7000を雇いましょう。これだったらやっていけるでしょう。この7000という軍を移動させます。でナバテアに対して一気に進攻作戦を開始していきましょう。では陸軍の維持費もそろそろいじっていきましょう。どうなんだろうね、陸軍の維持費上がってでもプラス 10% の高い維持費を払っておいて、これで今終始ギリギリプラスなので、この状態でしばらく様子を見ましょうか。マイナスになるようだとちょっと痛いかなと思ったんですが、ギリギリプラスできるんであればこの状態で宣戦布告していく準備を行いましょう。で、空席がある、首席相談役誰にするかって話だな。まあ、ここは彼かな。ティモーリドに関して言うと忠誠が90という鬼の数値を持ってるので安心して任命できる、彼にしよう。90歳、26歳という若さもそうだけどね。ちょっと待って、任命がうまく入ってないのか確認しましょう。あ、入ったね。222まで来たので、もうちょっとですね、本当に。ナバテアを我が領土としていきましょう。人口も9万、人口というか人的資源も9万まで来たね。9万っていう数を用意できれば、もう相当な数の正規軍を用意できるので、それはそれで本当にいいですね。ではここでどこを請求権として組み入れるか確認していきます。まあ、ナバティアのその全土をもちろんもらいたいので、戦争を仕掛ける口実だけですね。まあ、一番ポップ数の多いところ、ここを一気に行きましょう。では、ナバテアに対して宣戦布告を行っていきます。宣戦布告と同時に、開戦。4月19日に到着予定になってますね、今だと。第6軍の指揮官が不在。第6軍の指揮官は、ここもね、結局、やっぱり優先するべきは、忠誠心。忠誠心の厚いものを選択していきましょう。おっと、ナバティアに対して宣戦布告が可能な状態になってますね。では、宣戦布告していきます。安定度が1個落下しちゃいましたけど、これは致し方なしというところかな。
では進軍を開始していきます。もうここはナバティア領にガシガシと入っていきましょう。踏みにじっていくナバティア領。で、傭兵部隊にも動いてもらいます。よし、これでじゃあ軍を進めていきましょう。まあ、ナバテアに対してね、負けるということは、まあ、基本ないとは思うので、あとはいかに味方の損害少なく効率よく攻略を進めていけるかっていうところになるかなと思います。おお、ちょうどいいね。今軍事研究度2に上がったので、これうまく使っていきますか。材料価格、軍の伝統コストより前、今行動戦かな。さあ、ガリガリと今進んでますね。敵の要塞も攻略に入ってますね、すでに。まあ、やっぱり要塞の攻略は時間がかかるね。こうやって見てるとまだマイナス 21% だからね。いや、南の方の軍の数5500じゃ足りなかったんだな。もうちょっと大きな数が必要だったんですね。一応ユダヤとかも侵攻軍の、まあ、一つを形成してくれてはいるので、まあ、そういった軍勢とも連携しながら戦いは進めていきましょう。さらに3000が南に来るか。ナバテアは何を考えてるんだ。自分たちの首都を守った方がいいと思うんだけどね。そういう行動指針ではどうもなさそうですね、彼らは。まずは敵の前衛4500、さらに後衛4000、これ合流される前に括弧に撃破した方が、我々の1万9000っていう傭兵の部隊の数が効いてきそうなので、一番いいのはその形かな。合流される前に蹴りをつける。まあ、人的資源お金ともにやばいっていう状態にはなってないので、このまま進撃を続けていきましょう。で、あとね、ゲーミング PC の買い替えを本当に本気で考えてるんですよね。まあ、もうすぐボーナスっていうのもあるし、ここで一発新しいものに変えておきたいなぁと思うんですけど、あと、iMac 僕家で使ってるんですけど、2台同じ時期に買ってるんですね。で、まあデスクに2個並べてるんですけど、結構もうそれもね、重くなってきちゃってて、買い替えの時期が来てるのかなと思ってるんですけど、さすがに iMac 2台同時に買い替えるのはね、ちょっと厳しいなぁと思ってて、で、実はこの iMac いつ買ったかっていうと2013年なんですよ。僕2013年に結婚してるんですけど、結婚する直前に、まあまだまだ自由にお金が使えるよっていう時期に買ったものなんですよね。ちょっと今見たら蛮族が生まれてるな。また厄介なところに厄介な蛮族が生まれてるな。
しょうがない。これをどう撃破するか考えるか。なかなか戦勝ポイントが思ったより伸びてないね。これ見ると 15% ですもんね。エジプトナバテア戦争の戦勝ポイントが 15%。 もうちょっとぐいぐい伸びてくれても良さそうな感じはするんですが、思ったより伸びてない。よし。宗教が進歩したので、ここで確認していこう。明晩。研究、進捗速度、プラス 5%。これを研究自体全部プラス 5% ってことですかね。特に条件がついてないので。あとは、川。これ、幸福度がプラス 5%。水兵部隊は海軍の士気がプラス 2% か。今、海軍がね、そんなに登場する状態でもないので、そうなるとさらに貯めて、統治の進歩、もう、これももうすぐ、レベル3までアップするので、これを待ちましょう。さあ、どかどかとナバティアリを荒らしていきます。もうナバティアにね、我々に逆らうだけの余力が残ってなければいいんですが、そしたらこの傭兵はもう解放しますか。今この傭兵をこのまま維持しておく必要ももうあまりないので。1万6000という数、解放していきます。もうごっちゃごっちゃしてて、どこまで進行軍を送ったかが、わからない状態になっちゃったけど、とりあえず、どかどか進めていきましょう。これでも戦勝ポイント37だからね、もうちょっとぐいぐいと伸びてくれても良さそうなもんですが、ここはですね、統治レベル3に上がったので見ていきましょう。建設コストマイナス 10%、 これも大きいし、聞く権利で市民、国内の市民の算出、奴隷じゃなくて市民ですね。あとは国家的湾口税、国家就業収入が 5%、5% の商業収入を得とこう。お金が若干きつくなってきてるというのもあるんで。まだ 38% だもんね。よし、戦争には勝利。まあ今陸軍のね、まあ士気、これは維持費を高めに設定してるので、まあ、割と高い状態が維持されてるんだろうなというふうに推測されますね。これで、まあ、ナバティア領の約、どうだろう、
半分ぐらいは今占領下にあるというところで、戦勝ポイントも一気に62まで上がってきましたね。あとはナバティアを主力軍ともう一回ぐらい大規模な戦闘ができれば、私有が決する形にはなりそうですね。ただやっぱりどうしても戦争するとお金も資源も、人的資源も少しずつ減ってきている様子があるんで、注意としてはそこを見ておきましょう。どっちが先に値を上げるかという根比べですね。エジプトの財政が破綻するのが先か、ナバティアが降参するのが先か。息子ラジットが病気になったか。よし、ナバティアの将軍、これを捕虜にしたね。ユダヤもよくやってくれている。戦勝ポイントも91まで来たね。7000の傭兵はもう撤収だな。キャンセル料を払う。傭兵キャンセル料 100% になった瞬間にキャンセルする。よし、解雇。これで最後の拠点ですね。ここを攻略すれば一応ナバティア領は全土進撃したという形になりますので、軍は慌てて戻しましょう。もう数を置いておく必要はないですね。いや、ユダヤも本当によくやってくれた。戦勝ポイント確認しておきますか。これで和平が結べる状態になるでしょう。といってもね、全土を征服するか、もしくはナバティアを従属国とするか、ちょっと悩み深いところですが、一旦まあ従属国にしておくのが、無難なのかなというふうには思います。どうしようかな。どっちを出場させてもいいんだけど、新しく人をまた入れ替えるのも面倒なんで、これでナバティアの全領土平らげが完了ですね。では和平交渉に入りましょう。といっても傀儡国、これを生みます。ちょっと待てね。どこからどこまでを我が従属国とするか。国境を接してるところは欲しいからな。属国扱いにして、あとは、それぞれ都市ごとに回収する？都市も回収済みだね。
OK だ。じゃあこれで提案しちゃいましょう。ちょっと待って。一度キャンセルする。目的と違う内容になっていたので。割譲じゃないんだよ。割譲すると面倒なので。割譲じゃないよ。属国だよ。っていう状態にしましょう。違う。これを選んじゃうんだな、いつも。提案にすると。あくまでも属国だ。よし。ナバティアが属国化したので、軍を引き上げていきましょう。まあ、本国にも戻すし、それぞれ軍を戻しましょう。で、財政もね、急いで低い状態へと、今戦争中ではないので、変えていきます。では、一旦ね、今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、まあ、ナバティアを、まあ、共闘歩にしてですね、南へと進行していくというのをちょっと、カスクサクしていきましょうか。このリフヤーン、タムート、ゲタル、このあたりの国を食って、従属国として、まあ、フィリギュアとのね、勢力争い、勝利していきましょう。ただこのフィリギュア、むちゃくちゃでかくなってるね。セレウコス朝を食ってる感じですかね、イメージ的には。ちょっとこのフィリギュアの状況を見ると、おそらく、だいぶ広がったんだろうな。師団の数も、えぐいことになってるもんね。78個大隊。まあこれはあくまでも今現有戦力で、傭兵を雇うに十分な戦力というかお金も持ってるでしょうからね。まあ、フィルギュアと戦争するのか共存するのか、ちょっとね、考えていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。